こんにちは、バッキーです。今日は赤木さんに来ております。ここ赤木さんの上ですね、大沼でございます。ここね、なんと無料なんですよ。はい、こんな感じでね、道路があって、駐車場がずらっとあって、こっちが湖畔側ね。ぐるっとこれからちょっと案内しますけれども、湖のほとりにテントを張れるというね。今日は一人ソロキャンプにやってまいりました。うちのキャンプ地はこちらです。はい、このような感じで湖に向かってテント張りました。ここ自由な感じでいいでしょ。これもう湖のほとりにテントを張れるっていうね、急に思いついてやってきたんで、3時過ぎぐらいにここ到着したんで、結構もう駐車場もいっぱいになってて、テントもだいぶ張られちゃっててね、場所ないかなと思ったんですけどね、ギリギリこんな場所に入りましたよ。こっちちょっと行ってみましょうか。はい、こんな感じで山側、結構もうテント張られてますね。ちょっと沢が流れてんだね。こっちにも無料でテント張れると。ゴミは持ち帰りましょうね。自由に使える無料のキャンプ場ですけども、あ、この水はね、そのまんま沼に流れていくそうです。こっちは大丈夫なんだね。じゃあこれは洗い物しても OK って感じだね。それでこちらにかまどがあります。ここも自由に使える感じですね。ぐるっと行きますと、こちらがトイレですね。お風呂とかシャワーとかそういうのは多分ないと思うんだよね。はい、こちらに赤城山頂の案内図がありました。現在地ここね、多分これを登ってきたんだよな。でこう来た感じ、割と分かりやすかった。でここまで来たらばもう車いっぱい止まってるし、キャンプ場の看板があったので、明日はちょっとこっちの角満淵に行ってみようかな。で今日はここでね、ちょっと星を撮れないかなと思ってね。まだ雲は微妙にある感じですけれども、これから夜にかけて雲が晴れるという予報だったんで、群馬までやってまいりました。ちょっとじゃあ夕飯の支度を始めましょうか。今日簡単、これ早湯で1分のサラダスパゲッティ、バジリコのシーズニング、バジルスパゲッティですね。これにしてシャシャッと食べちゃおうと思います。いい感じかな。これバジリコのシーズニングを入れちゃいます。ほい、いいね、このサラスパ、こういう時いいよね。この景色を眺めながら、夕焼けに染まってきたね。山が綺麗。おはようございます。テントの中こんな感じです。一人だとね、このテントだいぶ広々使えますね。これね、魚眼レンズで撮ってるからすごい広いんだけどね、本当は狭いんだよね。はい、こちらが今日のテントの中、こんな感じです。結構撮影機材をいろいろ持ってきてます。さあ、じゃあなんかご飯作ろうかな。無添加むき甘栗、ゴロ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 。今回僕は湖畔側、ここにテントを張って今ここでご飯作ってるんですけども、道を挟んだ斜面側、こちらにもテント張れるサイトがたくさんあります。ちょっと上登って見てみましょう。これが一段上がったところですね。ここにもあるし、もう2段上までサイトありますね。はい、こちら登ってきて、これが一番上です。一番上もぐるーっと広いスペースですね。これが全部無料ってすごいですよね。紅葉が始まったので、ハイカーの人たちもたくさん歩いてますね。こうやって見ると駐車スペースも結
構ありますよね、ぐるっと。でも昨日はね、もうこれ全部埋まってたんですよね、3時ぐらいに来たらね。さあ、そろそろご飯炊けたかな、行ってみよう。じゃじゃん。はい、それでは甘栗炊いちゃいました。いただきましょう。景色もいいし最高だ。はい、それではたっぷり湖畔でソロキャンプ楽しんだので、角満淵に行ってみましょう。車で5分ぐらいかな。はい、車で 4,5 分ですぐに着きました。角満淵入口に到着しました。これよりもうちょっと先に行くとビジターセンターっていうのがあるらしいんですけども、まあ、ここからちょっと歩いて行ってみましょう。角満淵周遊路、こういう感じだね。湿地帯になってるのでこういう感じだね。急に視界が開けましたね。これぐるーっと回って帰ってこるか。結構かかりそうだな。うわ、すげえ。うわ、すげえじゃんこれ。すごいっすよ、ほら、綺麗。環境がもう尾瀬みたいな感じなんだよね。洪瀬とかって書いてあったもんね。これ紅葉したら見事だろうね。はい、ということで角満淵ぐるっと一周歩いてきました。今回のソロキャンプはこれにて終了といたします。初夏の頃とか紅葉の季節とか、あとは冬に来ても多分すごい綺麗だと思うんだよね。ちょうどなんか今紅葉し始めっていう微妙な時期だったかもしれないんですけども、他にもね、大沼には赤城神社があったりだとか、スワンボートに乗りたいだとか、いろいろ遊ぶところもありますので、今回のこのキャンプ場かなり面白かったですね。はい、ということで今回は一泊で赤城山でキャンプをしました。じゃあねー。